ホセアンヘルバルデス・ディアスは、スペイン基本出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・ CA オサスナ所属。ポジションは DF。ホセアンヘルもしくはコテと呼ばれている。地元のスポルティングで基本の下部組織出身で、2009年2月8日の FC ・バルセロナ戦でトップチームデビューした。2008から09シーズン後半戦は1歳年上の、 ロベルト・カネーリャに代わって、レギュラーで起用され、3月24日のデポルティーボ・ラ・コレウニャ戦でプロ初得点を決めた。この年昇格したばかりのチームは、終盤戦の6連敗などで、セグンダ・ディビシオン降格の危機に瀕していたが、36節からの3連勝で息を吹き返し、14位でプリメーラ・ディビシオン残留を決めた。2009から10シーズンは、 カネエリアがレギュラーに返り咲いたが、ホセ・アンヘルも13試合に出場し、15位で2期連続の残留を決めた。2010から11シーズンは、カネエリアからポジションを奪い返し、26試合に出場。チームもレアル・マドリードに、敵チエ・スタディオ・サンティアゴ・ベルナベウで勝利するなどして一部復帰後最高となる10位でシーズンを終えた。シーズン終盤には、 FC バルセロナへの移籍が確定的などと報道されたが、2011年7月19日、同胞のルイス・エンリケが新監督に就任した、セリエ A の AS ローマに移籍した。移籍金は450万ユーロと推定されている。2012年8月、レアル・ソシエダへ期限付き移籍。2014年7月30日、FC ポルトに移籍した。 2016年7月25日、ビジャレアル CF にレンタル移籍した。2017年7月14日、SDA バルト3年契約を締結した。2021年7月5日、CA をサすなに2年契約で移籍した。2009年には U-20 スペイン代表として地中海競技大会に出場して優勝に貢献した。 2011年6月には UEFAU-21 欧州選手権に出場して優勝したが、左サイドバックのレギュラーは、ティダクビラであり、ホセアンヘルは、出場機会がなかった。ありがとうございます。